はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイナルファンタジー3ピクセルリマスター。いやー、とうとう FF3 まで来ましたね。いや、これはめっちゃ楽しみ。やっぱジョブシステムがね、あるから。で、相変わらず自分はそのファミコン版の知識がベースになってて、DS 版もやったはやったんですけど、あんまり覚えてないっていう。で、ファミコン版と DS 版の違いは、やっぱジョブの特性の違いですね。ファミコン版は基本的にもう後になればなるほど強いジョブになっていくのに対して DS 版は、基本的にどのジョブを使っても最後まで戦っていけるようなバランス調整がされているというところですね。ただ今回のピクセルリマスター版はファミコン版が準拠されているとはいえ、特技とかね調整されているみたいなんで、そこもちょっと楽しみなところではあります。ではニューゲームやっていきましょう。で、名前がない人たちの4人組で、別にヒロインとかヒーローとか、なんか恋人とか彼女とかがいるわけじゃないんで、そういう時は特にミカミックスは使わず、例のナンバー1、ナンバー2、ナンバー3、ナンバー4、これでいきましょう。はい。グルガン族の男は静かに語った。この大地震でさえも単なる予兆に過ぎぬ。世界の光の源であるクリスタルも地中深く引きずり込み、魔物を生み出した大きな震えさえもこれから訪れるものに比べればちっぽけなものである。それはとてつもなく大きく、深く、暗く、そして悲しい。だが希望はまだ失われてはいない。4つの魂が光に啓示を受けるであろう。そこから全てが始まり、4人の少年たちは皆死後で、辺境の村ウルの僧侶トパパに育てられた。大地震でクリスタルが地中に沈み、そこにできた洞窟へとやってきた。4人は探検気分、ちょっとした度胸試しのつもりだった。いてて、落とし穴に落ちた。参ったな。喧嘩してる暇があったら出口を探せ。これは勝手に動いてんね。ゴブリン3体。やることは戦うしかないんで。痛い。てか、ナイフを持ってさ、探検に出かけたところが、またすごいよね。何なんだ、今の化け物は。言ったな。とんでもないところに来ちまったようだ。そしてその、初見であろう化け物に対して、ナイフ1本で、戦って撃退するというね、度胸の良さ。宝箱、川の盾、これはナンバー2に装備させよう。2番と3番が被弾率が高いはずなんで、変わってなければ。今なんか変だぞ。そういえば何が変なんだかさっぱりわからん。こいつらの観察眼も異常だからな。ゴブリン3体。この玉ねぎ剣士である限りは、やっぱりジョブは玉ねぎ剣士は早々に変えた方が良さそうだな。で、宝箱は回収していきます。ゴブリン2体レベル2にはしたいな。ボスと戦う前にネクスト8、南極の風、ブリザラの効果、でもここでは使わない。経験値も分配システムなんで、12に対して4分割、ポーション、カーバンクル、ブルーウィスク、回復できる泉がさっきの右のところにあるんで、ダメージは気にせず戦っていきましょう。ミス多いな。熟練度が2にアップ、レベル2。おお、全くわかんねえじゃねえかよ、力とか。不思議な色だ。ちょっと飲んでみようぜとか。いや、飲む気になるか。不思議な色なんでしょ。いや、なんだかんだで回復はしたけどさ、南極の風レベル2だったらもういけんじゃない。最初だし、モンスターの先制攻撃、ヒットポイントがちょっと上がったくらいだからな。攻撃力は大して変わってない。ここで二刀流にさせるっていうのもまあありはありなんだけど、まあ、そのままナイフ一本でいきましょう。これは攻撃した回数で熟練度が変わってくるのかな。結局さ、減ってさ、回復してさ、戦闘してさっていう先制攻撃だ。これは大丈夫。キレキレキレ、ナイフで熟練度3、早い。でね、キャパシティシステムは廃止されたらしいんで、それはかなりやりやすいよね。ジョブチェンジが自由にできるんで。風のクリスタル、なんだこいつは。邪悪な何かが4人を襲った。ナイフ1本でランドタートルに挑むからね。ナイフとか勝ち割れるでしょ、その甲羅攻撃したら。すげえな、よくかわしてんな。カメだから攻撃が遅いのか。もうひたすら攻撃するだけ、やることないかな、はっきり言って。ちょっとヒットポイントが減ってきたらポーション使うくらい。2発連続で食らったら倒した。結局被弾1回で済んだし。お、経験値くれる。 FF3 って経験値もらえなかった気がするんだけど、ボスでもらえたっけ、別だっけ。まあいいか。ヒットポイントしか上がんないな。玉ねぎ剣士だからか。玉ねぎ剣士はね、全然ステータス伸びないんで、本当にレベル90くらいから突然伸びてくるジョブなんで、玉ねぎ剣士にしている意味は全くないです。お前たちは選ばれた。勝手に選ぶんじゃねえよ。私の中に残った最後の光、希望の光を受け取ってくれ。光を受け取ればクレスタルより大いなる力を取り出すことができる。取り出してるんだ。この世界を消してしまってはならない。4人は光に包まれた。恒例のプレリュード。少年たちはクリスタルから光を受け取った。戦士、文句、白魔導士、黒魔導士、赤魔導士だけか。最初はそんなもんだっけ。魔法陣から外に出なさい、旅立つのだ、光の戦士たちを。一応回復しておこう。回復ができる。で、外に出て、ちょっとジョブチェンジをする前に洞窟入って洞窟を漁る。で、こっち1000円、1000円、2000円、いきなり金が手に入るからね。あ、敵は全然雑魚なんで。で、さらに1個下に降りて地下2階、宝箱を回収します。熟練度は何に関係するんだっけ。武器の扱いとかだっけ。ちょっと上がってってるけど、銅の腕はロングソード、ヌンチャク、ロングソード、これでちょっと1人戦士にしよう。これ今日みんな形同じなんで、キャラごとの特徴はないから、上の方から戦士系で下の方から魔導士系にしていきましょう。でロングソード、ロングソード、服、顔の帽子で OK。 あとヌンチャク手に入れたから文句にしておこう。ヌンチャクで服は誰でも装備できそうだしね。服装備できないジョブとかいいのかな。服着れないとかさ、そんなステータスっていう杖で魔導士系はちょっとまだ魔法がないからお待ちください。でスリプル手に入れたとはいえスリプルだけで攻めらんないんで、とりあえずこれで帰りましょう。穴落ちたら最初のところに戻るはずなんで行く意味はない。要は穴に落ちてオープニングが始まったっていう感じで、 FF3 はもう武器二刀流にした方が全然いいんで、さて最初の街ウル、ちょっと話してくいろいろ。悪ガキ4人衆、世界を救いに行く。長老が待っている。霊感の強いダーンって誰。ポーションを使ってみなさい。しょうがねえな、使ってやるか。腰の痛みが良くなった。山彦草。ダーン、強い。私の強い霊感がお前たちに何か起こったのを察した。さあ長老の言葉を聞きなさい。みなしご4人を育ててくれたとパパ。じっちゃん、私分かっておる。ナンバーワン、ナンバーツー、ナンバース、ナンバーフォー偶然の選択でないことをまず知らなければならない。クリスタルはその意思でお前たちを選んだ。それを無駄にしてはいけません。闇の力を封じてください。母親がやったニーナ、とても心配、気をつけていくのですよ。長老の一人コマク、クリスタルから受け取った力を使いこなすには正しい心を持つことが必要。まあいいや、さよなら。クリスタルの光を受けたものは神殿の聖水で生き返ったり体力を回復したりできるそうだ。これってクリスタルの光を受けないとダメなんだ。そこはちょっと考えられたね。ハルメニ山脈に囲まれたこの辺り一帯を治めているのは西の城のサスン王。南にちょっと行くとカズス、大地震以来怪物が出るようになった。大地震でクリスタルの祭壇が地中深く沈んでしまった。ケアルを持っていくといい。この先の倉庫にあるはず。でも道中にはモンスターが出ますと。村の中に普通にモンスターが出るからな。魔法買ってこう。ポイゾナしかないやんけ。というわけで、じゃあちょっとジョブチェンジもさせちゃいましょう。あとどうするかって言ったら赤魔導士、ナイフでいいや。ちょっと今のところ後で買う。でナンバー4は白魔導士で、ちょっと武器と防具を揃えよう。金はあるから。盾はいらない。革の鎧は全員装備できるのか。4つ。おお、お得になるね、まとめて買うと。革の帽子はみんな持ってたよね。で銅の腕輪は1個。これでもさ、なんか途中でなんか装備品が手に入った気がするんだけどな。とりあえず最強にしよう。であと武器、杖とかっている。で何、赤魔導士ってロングソード装備できないんだ。弓は装備できる。木の矢、弓にする。どうせだったら攻撃力6、命中率90だが攻撃力9。1個。木の矢ってこれ本数制か。やっぱりたっけえ買ったはいいけどたっけえな。だが60円だしいいや。1本50円だからね、それは高いよね。ちょっと本当にこれ1本50円は俺杖買ったっけ。買ってねえや。本数待って、一回外そう。で、左手に弓を装備させて、火の矢。一応矢と弓で攻撃力が分かれてるから、12になったってことすでに。で、並び替えで、ナンバー4下げよう。てか、ナンバー3も弓だから、下げちゃっていいや。で、あとちょっと、漁りたいは漁りたい。ポーション、ポーション、ポーション。で、こっちの方の草むらにポーション。花摘み。トイレかな。で、アイテムはなるべくちょっと取り逃したくはないよな。杖とかなくる意味ないよな。どうこれ、いやなくなったかな。それだけ見たい。あ、あるじゃん。よしよしよし。木の矢は段数制じゃないな。それは助かる。で、あれヌンチャクってさ売ってなかったっけ。あ、売ってるわな。ヌンチャク二刀流にしよう。腕がない。まあいいや。さて、ケアルを回収しに行きましょう。なんか下の方にもアイテムありそうだな。一番右のろうそくは隠しスイッチ。毒消し。これちゃんとあれなんだ。あちち。そういうこと。壺とか出てくれるんだね。アイテムあるよみたいな。隠し通路も見える。それはすごいありがたいな。ロングソードあるやんけ。顔の鎧ケアルだが、顔の鎧ここら辺にも装備いっぱいあんじゃん。買う必要なかったな。で、じゃあポイゾナーとケアルを装備させて、袴同士用のケアルとかも欲しいけど、どっかで手に入ったっけ。安全に後ろから攻撃しよう。3ヒット4ヒットすげえな。あるね、ポーション。まだここでも敵出んのか。先制攻撃。後ろから安全に。熟練度にジョブの名前ちょっと書いてほしいよね。戦士の熟練度が上がったとかさ、ちょっと分かりづらい。ピアノ弾いてよ。ピアノシステムあんのこれ。いや見たくない、めんどくさい。ピアノ弾こう。いかがなもんでしょう。うまくはならないんだな。あれ話せないんですけど、こいつ話せないの。金はいらないよ、ゆっくり休んでいき。マジでこいつあれじゃねえか。ちょっと目薬買っとこう。10個くらい重要だから目薬。ポーション休みますか。はい、ああよく寝たって。力を当ててみせよう。いや見たまんまじゃねえかよ。じゃあこの町はこんなもんでいいかな。下の町へ行こう。カズスギャー。てっきりあんたたちも幽霊かと思った。西から旅してきたもの。この村は呪われている。宿屋に幽霊が出る。幽霊。ジンの呪いでこんな姿にされてしまった。一応惑星があるんだ。見えるは見えるんだね。完全なる透明ではない。宿屋にっていうかどこにでも幽霊いるよね。ジンを再び封じ込めるにはこの村でしか作ることのできないミスリルの指輪が必要。それを恐れたジンはこの村に呪いをかけた。大地震で封印の洞窟に閉じ込められていたジンが蘇った。元の美貌を取り戻したい。昔サスン城のサラ姫にミスリルの指輪を作って差し上げたことがある。あの指輪があれば。わしはシドカナンから来た。ネルブの谷が大岩で塞がれてしまい、カナンに帰ることができなくなってしまった。それでこの村に一晩宿を求めたが、透明にされてしまった。飛空艇を貸してやる。なんとかしてくれんかの西の砂漠に隠してある。西の砂漠に飛空艇があります。上。何の絵だかわかんねえこれ。で、この家はおポーションなんか良さげな感じ。これあっちの方行けなかったっけ。これは向こうに行けないから、あ、こっからいいねいいね。ちゃんと回収すると杖とか普通に拾えるし。ゼウスの怒り、ミスリルの兜、いいもんを発見してしまった。結構わかんない。やっぱりミスリル製はいいね。ではシドの飛空艇をパクりましょう。ちなみに飛空艇これ空っていうか越えらんないんで、岩山行けるところはめちゃくちゃ少ない。とりあえずこのお城行ってみよう。サスン城、兵士がいる。城の人はみんな人類によって幽霊にされてしまった。私は使い出ていたので助かった。ミスリルの指輪があれば人を再び封印できる。カズスも同じようなありさま。私は一体どうしたらいいんでしょうか。人の呪い、いやどうしたらいいかって言われてもどうすることもできないんでしょう。まあ情報はちゃんと聞いていきましょう。左の塔にはワイトスレイヤー、アンデッドに力を発揮する。だが赤魔同士にしか使うことができない。アンデッドばっかり。ケアルをかけることができれば倒すことができる。サスンのジンの色によって幽霊に変えられてしまった。ジンを倒さない限り元の姿には戻れない。ジンはどこにいますか。北にある封印の洞窟にいる。ミスリルの指輪がなければ封印はできない。サラが持っている。そうだ、昔カズセよりサラ姫に与えられた。サラがどこにいるのかわかんない。ジンにさらわれたのか。封印の洞窟に行ってみます。よく言ってくれた。確か封印の洞窟には1箇所隠し扉がある。骸骨が鍵になっている。人々を救ってくださいと。でちょっと城のものは漁っていきたい。ブリザードゲット。川の盾。じゃあブリザードとスリプルは赤間同士に装備させよう。使えるの？まあいいか。赤間同士は基本攻撃に転じてもらうんで。で千切る。金は結構手に入んな。聖なる泉の部屋、これなんだっけ。ここに陣を封じ込めんだっけ。割と拾うアイテムが重要なんで。では左の塔に行きましょう。このレベルで大丈夫かな、今の戦力で。ちょっときつそうだったら考えよう。聖なる矢、聖なる矢あんじゃん。聖なる矢って結構貴重なんだけどさ、今回段数制じゃないから使い放題じゃね。ちょっと待って、倒せるか本当に。突然モンスターが現れた。モンスター現れるから。しかもグリフォン76失礼ってか文句が失礼んだけど。後ろ、まあ後ろだからなんとかなったけど、前だと40くらい食らいそうだな。いいね、ヌンチャク強えわ。レベルアップ、力とか上がってくる。補正がかかってるからね。ナンバー3すげえな。平均的に上がっていくね。ワイトスレイヤー。どうしよう。じゃあワイトスレイヤーに切り替えるか。てか聖なるや戦士にしてもいい気がするんだよな。だがで並び替えや鎌同士前に出して戦士後ろにして弓装備できたはずだから、弓の聖なる矢、よしこれにしよう。アンデッド系はね聖なる矢が効くんで、まあちょっとまだここはアンデッドかなこいつらは。43弱い。やっぱ強いじゃん弓。後ろになってるよな戦士は。であとは右の塔も回収に行きますか。なんか隠し通路とかあったっけ。目薬、毒消し、フェニックスの弓、木の矢、売ってるっていうか、なんかここで休めんの？お姫様のベッドに寝ちゃおうっと。ここお姫様のベッドだったんだ。しかも4人で。4人で1つのベッドとか。ぎゅうぎゅうだろ。まあ、手に入れたものは売れるんでね。じゃあここももう用はないんで、で基本的にちょっと安定を取っていきたいんで、セーブをしてレベルを上げよう。ここら辺は強い敵が出てきた気がする。ウェアウルフ強いか。いや弱いな。ウェアウルフは弱いよね。なるべく経験値効率のいいところで倒していきたいんだけど、水辺のところ、ここに降りて、ここら辺森だな。バーサーカー見た目ほど強くはない。てか袴同士攻撃がちょっと弱え。レベルアップ。あと強いモンスターが出そうなところといえば、実はカズスのミスリル鉱山。ここは敵が出たはず。マーミースケルトンでアンデッドだったらフェアルが効くでしょう。グワー2418集中してくらと死ぬぞこれ。いや死んだ。いや敵に撃ってくんないんだ。310。いや経験値はいいね。ちょっとここでハイポーションも手に入れた。レベル上げをしてから行こう。よみがえらせられんのはどこだ。ここじゃなくてここか。もう早速1人経験値が遅れちゃったけど、戦闘不能から回復1やんけ。ここ寝れんの？勝手に寝ていいのかな。宿屋代がかからないシステム。休もう。よし。というわけで、じゃあちょっとさっきのミスリル鉱山のところで稼ぎをしてから、次回封印の洞窟やっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。今回からファイナルファンタジー3となりますので、良ければこの後も、見てください。